最近気になる30代男性のお家に行ったところ、家の水回りの汚れが気になり、二度と行きたくないなと思いました。そのせいか人との距離を取りたくなりました。男性が水回りをきれいにしていることは少ないのでしょうか？はい。また料理も掃除もしないという男性は精神的に自立しないんでしょうか？いいえ、別に気にしないだけだと思います。なので、もし気になるならご自分でやってください。はい。人によって汚いと感じる域地が違うんですよね。例えば、ベッドメイキングを必ずする人っているんですよ。なんか起きた後にちゃんとベッドメイキングするとか。僕、ベッドメイキングという習慣がないんですよ。だってね、別になんかしなくても寝れるし、みたいな。ただ、それをしたいって思う人と、全然気にしないっていう人がいて、別に気にする人がやればいいと思うんですよ。ただ、なんかベッドメイキング毎日してないと気になるんです。だからあなたもやってくださいは押し付けなんですよね。だから、それをやると多分揉めるので、なので、自分が水回り気になるんだったら、水回りの掃除を自分でやればいいんじゃないかなと思います。はい。八王子で一人暮らししてる頃に、トイレ掃除って僕、半年に一回ぐらいしかやらなかったんですよね。だから別に、まあ、トイレが汚いのは当たり前だし、別にトイレの便座をさ、その、あの、便座以外のところに触れることないじゃないですか。で、ユニットバスだから適当になんかシャワーとかでバーとか流してくれば、埃とかもたまんないし、だから別になんかそんなに気にならないんですけど、でもなんかやっぱトイレはなんかその一週間に一回洗剤でちゃんと洗いたい派の人もいるじゃないですか。だからそれはそれで勝手にやりたいやつがやれと僕は思うんですけど、はい。まあ、いや、はい。あとね、大掃除が嫌いでね。なので、大掃除をするぐらいだったら2年に1回引っ越した方がいいんじゃないかなっていう派閥の人は結構いますね。葛飾北斎とか。うつ病の女の子と付き合っていくのって大変だと思う？別にうつ病に限らず人間と付き合うのは大変ですよ。自分とは違う生き物なので、好き嫌いとかあるわけじゃないですか。まあ、ただ、なんか、要は自分が嫌だと思うものは、実は相手は嫌だと思わないみたいなのがあって、例えば、うちの彼女というか、奥さんというか、家内というか、妻なんですけど、掃除好きなんですよね。で、僕、掃除嫌いなんですよね。だから、便利だなと思って。要は、僕が嫌でやりたくないことを、彼女は好んでやってるんで、あ、ごめんなさい。あ、すいません、好きじゃねえよって言われた。すいません。なかったことにしてください。本当にすいません。ノーコードという行動を書かないプログラミングは今後伸びますか？ね、伸びるんじゃないですかね。彼氏がデリカシーがなくて毎回イラッとします。これ、うちの彼女じゃないですよね。はい、僕自身デリカシーがないタイプの人間なので、デリカシーがない人に、そのデリカシーのない人にね、の対処法を聞かれたとしても、多分、慣れてくださいしかないんですよね。で、要は、何が気になるかって、人それぞれの臨界点が違うんですよ。例えば、僕、一週間掃除してない部屋とか全然気にならないんですよ。でも、うちの彼女は多分3日に1回は掃除しないと気になるみたいなのがあって、その臨界点が人によるんですよね。だからそのデリカシーとやらも、その気になる度合いの問題だと思うので、そのどちらが正しいとか、その何が正義とかではなくて、単に気になる度合いがどうなの？臨界点。なんか、もう耐えられないっていうタイミング。じゃあその1週間掃除してないと、もうなんか汚れが耐えられないっていうのが7日間だとして、で、うちの彼女は3日ぐらいで多分もう耐えられないってなっちゃうんで、ほっとくと3日ごとに彼女は掃除を始めるんですよ。で、僕は別に3日ぐらいだったらまだ掃除しなくてよくねって思ってるんですよ。で、1週間だったら僕が掃除しようと思ってるから、別になんで掃除しないのって言われると、掃除の必要性を感じない状態で、その彼女が勝手に掃除をしてるっていう状況に陥るんですよ。なので、人それぞれ何が気になるかっていうのは、これあくまで一般論で例であって、うちの家庭の話じゃないですよ。はい。あくまで想像上の家庭ということで。っていうのがあって、要は人によってその気になる度合いというのが違うので、なのでそれを直そうと思っても直らないと思うんですよね。美味しくないものを安く大量に作って売ってるので、すいません、掃除機、はい、すいません、はい。なので、一応飯が、農業国でそれなりに美味しいものを作ってる国、まあ、フランスとかそうなんですけど、は、旅行として、すいません、はい。ダイソンの掃除機の音ですね、はい、すいません、本当、家庭的ですいません、はい。奥さんの好きなところを教えてください。掃除が好き。以前の配信で他人のことを勝手に語りたくないからとスルーしておりましたが、その理由が腑に落ちませんでした。別配信で奥さんが掃除が好きとおっしゃっていたのは、まさに他人のことを語っているうち、奥さん以外のことも語られております。しかし奥さんにそれを否定されていて、広瀬さんが観点で見たら他人のことなんてあんたの感想にすぎません。恥ずかしいから言わないなら納得できます。
今日もそのルンバうちルンバっていう自動で掃除をしてくれる機械がいるんですよ。で僕ルンバ動かせばいいじゃんと思ってるんですけど、その今日もうちのその彼女というか奥さんというか相方というかサイ君がその僕の今のいるこの部屋をダイソンで掃除してくださったんですよ。で、まあ、ありがとうって言ったんですけど、ルンバでよくねっていうのは、いや、本当ありがたいんですよ。ありがたいんですけど、あれ、なんか、ルンバじゃダメなのかなっていう、いつも疑問に思ってます。はい、すいません。ひろゆきさんは家事子育てどこまで協力されています？参考に奥様との比率を教えてください。基本半々ですね。大体、ガチ半分にしてます。はい。なので、ご飯を作るとかも、今日僕ご飯を作る担当なんですけど、明日は彼女が作る担当みたいな。そんな感じで、一日交代制です。これローマがやってた仕組みで、ローマって、ローマの一番偉い人で物事を決める人っていうのが、選挙で決まるんですけど、で、たまにそのローマで、じゃあ、この人に任せていいのか分からないっていう時に、一日交代でリーダー変えるっていうのをやったんですよ。なので、総理大臣二人いますと。日本で言うとね。で、毎日総理大臣変わるんですよ。なので、この日はこうするって言って、次の日は違うっていう感じで、でもその、要は、前の方針も一日で変わるかもしれないっていうのなんだけど、でも毎日更新した方が、要は、この人良くないよねっていう時には、もう一人がいた方が、そっちがうまくいくんだったら、じゃあみんなこっちにしようってなるので、うまくいくかどうかわかんない時は、両立てするっていうので、その毎日交代で結構うまく回ってたんですよね。実際それでローマってヨーロッパはそこら辺占領したので、なので他の国々よりもシステムとしてうまくいったっていうのがあるので、なので、家事って人によっては、掃除はこの人が担当でとか、料理はこの人が担当でっていう、担当を決めるっていうのをやるんですけど、うちの場合は料理一日交代とかっていう感じで、日で分けるっていうやり方をしますね。まあ、働いてないからできるっていうのはありますけどね。部屋の綺麗さとメンタルは正比例する。読書量と年収は正比例する。これは先生から見て当たりますか？僕先生じゃないけどね。ただ部屋の綺麗さとメンタルは確かに比例する可能性があります。あと、読書量と年収は比例しません。例えば古典とか漢文とか考古学とかをやってる大学の先生ってめちゃくちゃ本読んでますけど年収低いです。要は大学の講師とかってめちゃくちゃ年収低いんですよ。でも別にじゃあ本読んでないかっていうとそうじゃなくてめちゃくちゃ本読んで勉強してるんですよ。なので勉強してることと年収っていうのは比例しない職業は結構あります。ただその職業の中で例えばIT エンジニアの中で本を多く読んでる人の方が年収が高いとか、じゃあ考古学やってる人の中で本とか論文をより多く読んでる人の方が出世して年収が高いとかはあるかもとは思うんですけど、ただ例えばじゃあゴミ掃除をするおじさんっていう職業の人がいくら本読んでも年収は上がらないじゃないですか。その能力は期待されてないので、なのであんまり一概に区切るのはどうかなとは思います。20代後半一人暮らし男です。仕事は問題なくこなし、周りからの評価も高いんですが、力を疲れ切ってしまいプライベートは崩壊状態です。家事も満足にできず家はゴミ屋敷状態、食事もすべてコンビニ、洗濯も間に合わないことが多いです。料理も食事も洗濯も一つの作業としてできるのですが、なぜか家事ができません。仕事ではいろいろなことを同時進行できており、人間らしい生活を送るにはどうすればいいでしょう。一つずつの作業ができているのであれば家事ができてます。要は掃除、洗濯、料理っていうの、一つずつの、家事という中に含まれているので、その家事ができないと思って認識をしてしまう、その認識が間違いだと思います。家事できてますっていうだけでいいと思います。で、ゴミ屋敷状態っていうのは、要は掃除ができないって話ですね。多分、忙しいから洗濯とか食事の時間がないっていうだけなので、多分問題は忙しいことと、あと掃除ができないことですね。なので、シェアハウスとか住むといいですよ。誰かが掃除してくれたりとか、掃除できないとめちゃめちゃ怒られるんで、で、怒られたら、他のシェアハウスに移動してください。で、点々としてれば、掃除しないまま暮らせます。はい。部屋が片付けられません。普段生活もそうですが、もうすぐ引っ越しなので、さらに困っています。片付けノウハウ本とかに役に立つのです、何かアドバイスをくださいませんでしょうか。僕も片付けられません。なので、片付けが好きな人と結婚してください。片付けが好きな人と結婚できなかった場合は、なんかメイドさんとかを雇うといいんじゃないでしょうか。うちのその奥さんというか彼女というか、片付けが割と好きだと僕は思ってるんですけど、本人はあまり認めないんですけど、まあいいや。墓穴を掘りそうなんで、はい。